全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。大外から押して18番セレスティアル、8番ミレニアムマシリカ内から追い上げる、16番ネックーザ好位をキープ、内押さえて7番スカーレットキング、各馬第1コーナーをカーブしていきます。内から2番フォーマンエーマス、少し差が開いて17番ライダーオダーク、3馬身相手4番ホワイトシックス、それから3番バイオレジェンド、5番ホウホウアイ、この辺りが中段。続きまして14番サイレントナデシコ、2コーナーを抜けて向こう上面、内押さえて11番ラドウィンプス、それから15番ユートムーンライト、そのうち12番アドマイヤハーツ、6番マリンテイオー。 1000m の通過タイムは59秒9、外を抑えて9番サトシノックス、1馬身相手13番ムッシュフワーメ、10番ドンソクバンド、1番ララクリスティーン後方。冬の東京競馬場を駆け抜けます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭は変わらずセレスティアル、後ろに2番フォーマンエーマス、8番ミレニアムマシリカ好位をキープ、それから16番レックーザ、18頭大欅の向こうを駆け抜けます。内から7番スカーレットキング、少し差が開いて17番ライダーオダーク、少し差が開いて4番ホワイトシックス。長い府中の直線 500m に入ります。先頭はわずかにセレスティアル、このまま2頭の一騎打ちとなるのか。残り400を切ってセレスティアル、その後からフォーマンエーマス、セレスティアル、セレスティアル、先頭だ。ミレニアムマシリカ外から襲いかかってくる、ミレニアムマシリカ先頭に立った。残り200を切りました。スカーレットキング捉えにかかる、スカーレットキング差し切って合理、勝ったのはスカーレットキング、鞍上は横山武史騎手、スカーレットキングブリーダーズカップを制しました。2着ネックーザ、3着にはミレニアムマシリカ。